SA-316 アルエット3、フランス海軍のアルエット3 SA、SA-316、よびその改良型である SA-319、通称アルエット3は、フランス製の単発エンジン式系汎用ヘリコプターで、ある。製造は、フランスの主度アビアシオンが行っていたが、ルーマニアや、インドオランダスイスでもライセンス生産され、2000機、以上が製造されている。 前作 SE3130 の拡大発展型として開発され、試作初号機は1959年2月28日に初飛行。翌年6月にはモンブラン山頂の上4810メートルまで飛行する記録を残した。機体はキャビンが拡大されて7人乗りとなり、コックピットは右から正掃重視、副装重視、 クルーチーフと並んで座る独特の配置となっている。胴体とテールブームは外皮張りとなり、膠着装置も三車輪式に変更された。また、エンジンのパワーアップに伴い、メインローターの直径が拡大されている。アルジェリア戦争において高速かつ十分に武装できるヘリコプターを欲していたフランス軍は、すぐさま本気に興味を示し各種。 優先誘導ミサイルや機関銃など様々な武装を搭載して試験を実施、結果要求を満たしていたため軍用ヘリコプターとして正式採用されることとなった。アルエット3は冷戦中の各種戦争、紛争において対地攻撃、輸送、偵察、救急などで広く用いられており実戦経験が多い機体である。フランス軍では 1960年当時のアルジェリア戦争に投入され、SS-10 や SS-11 などの対戦車ミサイルを装備して、アルジェリア独立派ゲリラの攻撃に従事した。その後もインパ戦争やローデシア紛争、ポルトガル植民地であるアンゴラモザンビークギニアビサウの独立戦争、南アフリカのアンゴラ侵攻など、1980年代まで、 世界各地の紛争で運用された。また、海軍でも艦載機として、レーダーやディッピングソナー、磁気探知機などの捜索用センサー類と単魚雷を装備しての対戦召喚や AS-12 優先誘導ミサイルを利用しての対艦攻撃、捜索救難に運用され、警察や消防などの公共機関や民間企業でも広く使用された。 20mm 機関砲を搭載型のアルエット3、アフリカで、救急輸送に使用される、ポルトガルの SA319 スイス空軍の SA316、名古屋市消防局で使用され、保存されている SA316 バイト、名古屋韓国海軍の SA319 機種の黒い、部分がレドーム窓の下切るマークに注目アルエット3のチュルボメカセーターボシャフトエンジン、コイン。 フレンチカウンター、インサージェンシーエアクラフト。1946から 196520mm アルエット、サンガンシップバリーズバデンホースと o u チューブ、南アフリカ軍における SA316 への MG151-20 の搭載方法を解説。ザ・サウス、アフリカンエアーフォース、ハットインディアン、アーミー2ビギンフェージングアウトチーターチェートック。 ヘリコプターズハットチーターチェートックチョッパーズツーリータイアーアフターストリングオブクラッシュズレイズセーフティーコンサーンズインディアニュースヒンドゥスタンタイムズありがとうございます